続いての曲はミュージカルレミゼラブルよりオンマイオンを歌いたいと思います。この曲はエポニーヌという女の人がマリウスという男の人に思いを寄せるのですが、その思いが届かず悲しい切ない思いを歌った曲です。では聴いてください、オンマイオン。最後の曲はミュージカルキャッツよりメモリーを歌いたいと思います。私もちょうど1年前福岡に行って初めてミュージカルキャッツを見ました。その中でメモリーがすごく感動して選びました。では聴いてください、ミュージカルキャッツよりメモリー。Weather lips collected my feet.
くれた皆様ありがとうございました。またよろしくお願いします。はるかちゃんありがとうございました。緊張しました？すごくちょっと出る前は緊張しました。でもとってもいい歌声をありがとうございました。ありがとうございました。もう一度はるかちゃんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。